イト ST スタジオ、この前レイを動画に映す方法っていうのをやって、今まで聞いたことない声が入ったり、で最終的には恭平が動画の撮影後に真顔でね、僕たちにお話をしてきたんですけれども、その話によるとエアコンの近くで黒い影みたいのがこっちを睨みつけてると、めちゃくちゃ怯えてて、しまいにはなちょっと泣きかけてるっていうのが、涙が出てきた、あまりに怖すぎて多分見てる人もやばいだろうなと思ったので、そちらをお蔵入りとして今ストックされている状態なんですけど、その後日ですね、さらにヤバいことが恭平に起きたということで、今日はそのホラーライブでございます。はい、はい、結構ガチなんですか。あまりのガチ度にターボーさんが恭平さんから話された時に動画を撮ってたので、その映像をご覧ください。どうぞ。昨日の夜、心霊現象がまた起きてしまいました。何かあったの？普通に寝てて、なんか苦しいなっていうのがあったんですよ。でもすごい息も苦しくなっちゃって、やばいなと思って目を開けて、もう何も見えないですよ。目開けてもずっと苦しい。そしたらなんかちゃんと手で首を絞めてる感があった。手の感覚が、それが1回ならよかったもんね。全然1回だけならまあ死んでかって終わったけど、2回も3回もついた。1回終わって寝てまた絞められるみたいな、1時間おきぐらいにずっと。でもうたまんなくなって、もうここで寝たっていう。なんか喋ってた？喋ってた。昨日の夜中ぐらいに。知らないです。いや俺普通に深夜3時ぐらいだと思うんだけど、まあ、俺も寝ようとして、恭平がずっとブツブツ独り言みたいなの言ってんの聞こえて、マジで。で俺電話かと思ったの誰かと電話してんのかなって思うぐらい、なんか単語とかも結構はっきりしてて、ちょいちょいなんか ST みたいな単語も聞こえたりしてST？ まあそんなこと思いながら俺寝てたんだけど。何あれ、じゃあずっと首絞められてたってことなの？いやでも俺多分 1時間後ぐらい、1時間おきぐらいなんだけど、それ以外じゃあずっと乗り移ってたとこ、レイが俺に。いや分からん、知らん。それはもちろん昨日電話とかもしてないし、笑ったりとかしてて、なんか普通に楽しそうに会話してる感じだったから、あこれ電話だなって思って俺別に何も触れなかったけど。ということでね、もういよいよ首を絞められた。ついに実害が出ました。本当にちゃんとした対処取らないと、そろそろマジで命が怖い、やばいかもしれない。俺マジで夢かもしれないけど、知らないけど、ターボのこの話も怖いし、俺がバーって言ってたから怖いんで、寝言言わないじゃん多分俺。そうだね、だからね、うちの俺が寝てたし、時々笑ってたしね。あとマジで大丈夫お前、乗っ取られかけてる。やばいかもしれない、マジで。避けるな。やだそれ。泣いてた時もさ、明らか普通ではない。そう、普通じゃなかった。そう、ガチだったよね顔は。一人だけずっとこっち見てる。そうだね、一個前の動画概要欄の一番上に貼っとくんでちょっと見てもらいたいんですけども、後半ね、ヤバすぎてカットした部分の前らへんからもう恭平さんがもうずっとこのエアコン、このこっちをめちゃくちゃ警戒してんすよ。あれ超怖いよ。あれヤバかったよ。もういるんだもん、だってそこに黒い影。怖すぎて言えなかったらしい。無理言えなかったっす、睨んでたんで。なんて言うんだろうな、もう首絞められたとかに関してはもう嘘くさいじゃないですか、もう見てる皆さんからすると、まあね、俺だって他人がそういう話したらもうバカじゃねえなって思うし、ただねこの男が言うのはもうね、リアルすぎるというか、嘘とかつけるような人じゃないんで、うん、嘘は絶対つけないでしょっていうところを皆さんはね信じてもらえればいいかなと。すみません、欲しいです、すみません。ちなみにあのエアコンの上を見てたけど、その上の部屋は恭平が寝る部屋だからね。そしてあれでもありますからね、霊能力ある方が来た時に足を引っ張られたと言っていた部分と全く一緒ですね。確かに、そうそう、全く一緒だった。今ね思ったのはね、2階に悪い霊がいるみたいな感じ。うーん、1階はいい人たちなんだ。1階はメンバーがいると、そういうことですね。2階は多分ガチなんですよ。今もなったけど、マジなったよ、なったよ、分かんなかった。それも答えるかのようにね、メンバーですよね。下はいいんですよ別に、上の人はちょっとヤバいんじゃないかなっていう。お前上行けばいい、一緒に寝ればいいじゃん。一人だから心強いかもしんない、マジで。足ごれいっぱいいるし、俺も首絞められんじゃん。下もこうやってやるから、お前首絞められん。もしその子なんか横に並んでてさ、大輝が乗っ取られてさ、お前の首絞めてたら超怖くない？それやばいわ。こんなやつ映画の見すぎだろ。映画の見すぎです。でも今次のレベルそれじゃねえ、もうほんとやらせくさいじゃん、うん、どんどん上がりすぎてさ、きっ
っとね、悪い例の中でもいい例よりなんですよ。段階踏んでちょっと盛り上げつつある。徐々に段階踏んでるから、まあね、次、もしかしたら朝起きたらなくなっているかもしれません。怖いねそれは。ほんとやばい。ふざけたことやばい。すいません。ふざけたのにやばい。あ、すいません。ほんとね、不思議に思うのが、一人で上で寝てる時とか、その時は全然何にもない。っていうね、うん、でも一人だと結構さ、分からんけど、やれそうじゃん。うん、あんまり怖さっていうのはないから、寝てる時は。ニューヨークでさ、ねえって言われたけど、何も怖くなった。寝てる時より、起きてる時一人の方が怖い。ああ、うん、起きてる時一人の方が怖い。ああ、うん、起きてる時怖いね、確かに。何が、何が、俺も思った今。俺もちょっと思ったんだけど、なんか聞こえたの。うん、聞こえた。カチってなった。言った。何の音？何これ？なんでさ、いつも女の人の声って これでしか聞こえないんだろう。聞こえないもんね、ほら。いろいろと振り返ってみれば、なんかみんなのコメントで、ここもやばいみたいな。結構見たんだ。うん、この俺が、ね、俺がねえって言われたら、ここだ。ここでしょ。で、なんか平ってなった。あったね、平ってなった。あれやばかったね。全部こっちらへんなのね。いや、ここもやばい。あ、そうなの。ここもやばい。前もやばい。ここもやばい。なんだこの家は。なんだこの家。マジでこれ。こっちだけじゃない。安全な。確かに。でも今回初めてホラーナイトでこう斜め撮りしてんだけど、これで声入ってたらそこにも行ってる。確かに。俺は あそこで足音聞こえたから、あそこもやばいんで。普通にここでゲームしててイヤホン取った時に、ここに誰かが来たら足音したから、あ、誰か帰ってきたんやなと思ってパッと見たら誰もいなかったから、おいって。そのままイヤホンつけてゲームしたけど。いやいやいや。本当にね、怒ってる時はね、もうなんなんこれ。来た。マジで、マジで、マジで、何面白くなってきたもん。いや、今の人がヤバかったんだ。言ったら足音ヤバいで。言っちゃダメなんだよ。言っちゃった。言ったの。言ったの。横手なんか急に本気出してきて、何なのマジで。報告したい。まあでも、この前はそこに足音がしましたよ。うわー、ヤバいヤバいヤバい。やばくて、電気つけるやばい。まあ、ちょっとさ、ちょっと好きだ。いつもこの撮影の後疲れない。決してあのね、ネタで言ってるわけじゃないんですよ。一応削ってる。そう、これ本当に真摯。身を削ってんの本当なんだね。あれ、あ、サメで聞こえなかった。いや、俺は聞こえなかった。喋ってたから聞こえなかった。あれ、なんかすっげーでかかった。よかったね、今のね。そんなテレビってならないもんでしょ。なってたら、もともと私生活になってるし。なんで聞こえ動画の時にだけ反応してるんです。動画が好きなんですね。問いかけるとやばいんじゃない。そうするのは結構音出してくんない、ね。うん、自然の会話の中で答えてくるね。臭っ。え、臭い。臭い。めっちゃ生臭い。俺調べたんだけど、匂いで腐敗臭というか、それって結構ヤバいらしい。腐敗臭がする時って大抵霊がいる。しかも悪いやつ。この匂いって腐敗臭。マジやめろ。だってもうあそこ綺麗になったもんね。うん、掃除したもんね、ちゃんと。全然取れて、あっちはもう逆にいい匂いになってて、今ここで急に来た。急に来た。ってことは今ヤバいらしい、この匂いっていうの今来てる。うん、ふわちょっと肩重いんだよ。でもやめなさい。はい、ということでね、次回か次になればいつかわかんないですけど、京平さん、レイちゃんと取り除きたいと思いますので、はい、その動画もぜひ。光ってんさっきから、こっちのテレビの上。テレビの上？黒い縁ある。あー、ある。すごい光ってる。テレビはよく光に、ね、このさんだよ。テレビの光とかに。俺がこっち向いてるからね。その時はそれを楽しみにしていただければなと。本当にね、皆さんの楽しみにしているというコメントやリプが唯一の支えとなっております。はい、それがなかったらもうさっさとね、こんな動画を撮ることはないと思います。前回たくさんの高評価、もしチャンネル登録いただきましたのでね、はいはい、そのおかげでホラナイト続行しておりますので、この動画もぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。お願いします。ぜひ怖いもの好きな人とかいたら、友達とかにも教えてあげてくれれば嬉しいです。あなたから言った方がいいんじゃないですか。一番身削ってますから。本当に命の危険です。チャンネル登録マジでお願いします。本当にきついです。ぜひぜひ清き一票お願いします。ふざけんな。なんで最後ボケたんだよ。本当にヤバかったら言ってんの。まあでもちょっと本気でヤバさは出てきたかもね。じゃあやめよっか。みんな見たいけどやめよっか。じゃあ、いや、みんなが見たい。じゃあ俺はもう喜んでさせてます。まあ汗すごいな。うん、大丈夫。え、汗すごい。俺見られてる今。俺気配感じないけど。うん、ってことで、あ、報告は遅れていましたね。え、皆さんのね、拡散とかのおかげで、ね、チャンネル登録者数急上昇ランキングに乗ることができております。ありがとうございます。これからももっとみんな楽しませるように頑張っていきます。はい、他の動画もチェックしてみてください。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。バイビー。何なんだよ。バイビーしてんの。え、ってかもうなんか手形ついてる。うそー。バカー。びっくりした。どこ見てくれてありがとう。
いい感じに俺、メガネ壊れた。ご